高校生の時に、なんだろう、真剣にバスケットに取り組んだっていう瞬間が自分の人生を大きく変えましたね。バスケットを通して自分が学んだことは、チームがピンチの時、自分をこう出していかなきゃいけない時もある。バスケットをやり始めると急に熱くなったりっていうところがあったりするので、ここでこうチームの雰囲気を、もうちょっとチームが落ち込んでる時は絶対に自分がこう盛り上げるんだっていう気持ちで、ずっとなんだろうな、バスケットやっていますね。日本人の誇りとしてこう日本生まれを背負って夏の大会出たいっていう思いもあるし、準備はしてます。